オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介しております。今回のシリーズは今は亡きあの人へ伝えたい言葉です。今は亡きあの人へ伝えたい言葉プロジェクトは、人と人の温かいつながりや人の優しい心を多くの人に伝えていこうとの思いからスタートしました。全国から寄せられたたくさんのお手紙の中から毎日1話ずつご紹介していきます。本日ご紹介させていただくのは、岐阜県の77歳男性のお手紙です。今は亡き親父さんへ。親父さん、安らかに眠っているかい？今から45年前、親父さんに死なれた時は呆然とし、途方に暮れたよ。夢中で葬儀を終えたが、我が家のすべてが背中にずっしりと重くのしかかって、辛い毎日が続いたよ。長男の俺は結婚していたが、弟二人、妹二人はまだ未婚で、末の秀夫は中学3年生だった。おふくろはただおろおろするばかりで、頼りにならず、妻と二人で、電波た一丁部を耕した上に郵便局に勤めた。妻も近くの工場で働いて、二人の給料で8人の家族を養った。親父さん、ちょっとひどいやないか。自分の子供の面倒を俺に押し付けるなんて、と恨んだ。しかし、俺たち夫婦が頑張らなければ、この局面を打開することはできないと考えて、弟や妹を独立させたり、嫁に出したりと、奮闘努力したよ。最後に、末の弟の秀夫を NTT に就職させることができたとき、妻と二人、肩の荷を下ろしてほっとしたものだった。秀夫はその時に買ってやったスーツを今も大切に保存しているとのことだ。振り返って考えてみると、これだけ働き続けても大きな病気もせず頑張り抜けたのは、子供の頃から親父さんにしごかれ鍛え上げられた体力と、しごきに負けない根性の賜物だと思う。国民学校の4年生の時から田んぼに入れられて、田起こし、田植え、稲刈りなどの農作業をやらせられ、畑仕事に養蚕と休む間もなかったな。冬になると薪作りの山仕事や工事妊婦で家計を助けてきたな。同級生が学校に行っている時に、田んぼに這いつくばって田の草取りをしていると、思わず田の面に涙の粒が落ちた。親父さんは俺の気持ちを知らなかったと思うよ。でも、親父さんの厳しい仕事に耐えたおかげで、ピンチを乗り切ることができ、ボロ屋も新しくすることができたよ。記事を終えた今、弟や妹にも孫が大勢できて、我が家の家計は各地に広がっている。嬉しいことだ。俺は今も健康に恵まれ、畑仕事や山仕事ができるのも、親父さんの仕事のおかげと心から感謝している。俺がこの世の役目を終えてそっちへ行った時には、酒でも飲みながら俺の苦労話を聞いてくれよ。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また本日ご紹介したお手紙が収められている本、今は亡きあの人へ伝えたい言葉3、2012年版をプレゼントさせていただきます。そして皆様からの質問やご意見、ご感想も募集しています。
本ご希望の方、またはご感想、ご質問などは、住所、氏名をお書きの上、メールの場合は、info@nara.fm、info@nara.fm、ファックスの場合は、074224-8422、郵便の場合は、郵便番号 630-8334、奈良市西野信也町43、奈良 .fm オフィスシオンの係まで。お問い合わせは 074224-8415、 074224-8415、 奈良 .fm へお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー。このコーナーは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。